東京のスペルバブルシーンを代表する4名がここで激突するわけですが、どうですかこの歓声。お嬢様、申し訳ありません。非常事態が起こっているようです。こんなに楽しそうなことになっているのに、なんで私を仲間外れに。迷わないでこれたけど、会場はここでいいの。嘘でしょ。フランドールがなぜここへ。サクヤとマリサがここで遊んでるみたいだったから。屋敷の中が空っぽだったもの、私も混ぜてほしいなと思って。行けなかった。ゲームなら私も遊んでいるわ。二人が遊んでくれたもの。ですから妹様、ここは私が。面白いわ。いいでしょう。はあ、チーム高魔館総監督として選手の交代を宣言します。プレイヤーイザヨイサクヤに代わりまして、代打フランドールスカーレット。お嬢様、こうなった以上無理に拘束するより少しガス抜きさせた方がいいわ。分かってちょうだい。仰せのまま。あんたたちね、なんか賢いやりとりみたいな雰囲気出してるけど、戦わされるのは私なの。勝手に話を進めないで。すごい適当なこと言うな。ちょっとこの事態どうすんのよ。もちろん続行です。さあ話がまとまったようですね。それでは改めまして、準決勝第1試合は白麗霊夢 VS フラン。もうやるしかないか。やはりろくなことがない。どうしてそんな面倒くさそうな顔をしてるの。せっかくこんなことになったのなら、もっと楽しそうにしてほしいね。遊ぶなんてね。あんまり殺さないようにしなきゃ。
周囲の妖怪たちも活性化してしまいます。申し訳ありません。茶番終わったかしら。そういうのにあんまり時間取らないでくれる。大会の進行が押してるのよね。さあ、そんな中この人が出てきましたね。はい。その頼み、受けたまわったぜ。任せたな。
びのプロといえば我ら天人を置いて他になし。身の程をわきまえなさいよ。あれ、賢者に転職する前の遊び人なら普通の魔法使いの敵じゃなさそうだな。おお、そんなことノリで言ってる場合か。レイムさん、なんだって。さあ、それでは行ってみましょう。準決勝第2試合、霧雨マリさん VS ひなない。レイムさん、一旦終わらせてくる。さてさて、ふむふむ、はあ？
散々余計な心配をかけさせて吐いたセリフがそれとはね。完全に頭にきたわ。絶対許さない。センゼロで分からせてやる。さあゲームを起動しろ。ようやくテンションが上がってきたみたいじゃないの。いいわ、かかってきなさい。さあ想定外の展開が続いて会場はパニックになっていますが、大会はいよいよクライマックス決勝戦。ハクレイ・レイム VS キナナイ天使。幻想郷の初代最強バブラーの称号は果たしてどちらの手に。相手ね、私が来てあげたわよ。
これで終わりだ。バカな。おお、決まったか。終わろうことか。人間ごときに遅れを取るとは。散々手こずらされたけど大して面白みもない断末魔よね。興ざめはこっちのセリフよ。最初はたかが遊びと思って甘く見てたけど、そこに情熱とか熱狂とか物語が生まれるってのはよく分かったわ。熱くなれば言葉が荒っぽくなることもあるし、やり合ってる二人の間でなら心地いい、そんな応酬もあるんだろうけど、幻想郷やここに住んでる連中をないがしろにするようならどうなるか分かってんでしょうね。決着です。イパクレの巫女パクレレームだ。遊びのナンバーワンを決める大会がこんな地上の山の中でやってるなんて。な、何？いきなりそんな弱気になっちゃって。釣りも踊りも歌もずっとやってたら飽きるじゃない。こっちではなんか新しいおもちゃが流行ってたから一つ借りて遊んでたんだけど、一人でやってもつまんないな。はあ、それで何？特訓でもしたの？そんなんじゃないわよ。そんなムキになんてならないけど、毎日毎日遊び飽きてうんざりしている天人を差し置いて地面に立ってる人間が新しい遊びで盛り上がってる？そんな悔しいことある？ずるい。分かった、もう分かった、何も言わないで。あんたには気の毒だけど、しかるべきやつがあんたを待ってるわ。はい、あとお願いしていいんでしょ？上出来ではないけど、まあいいでしょう。これの初段は私が良きようにさせてもらうわ。ゆかりよ、浅い付き合いじゃないのだから、ちゃんと名前を呼んでちょうだい。それとも昔のことは覚えが悪いのかしら。だとしたら、あんたどこにいたのよ。姿が見えないし、行けると思ったのに。ずるい。頼んでもいないのにボロを出さないで。私がいなければいいと考えたということね。いや、そういうことでは。いや、違う。場所を移しましょう。話はそちらで聞きますね。美しく残酷。いやー、姿が見えないのはどうせすやすや寝てたんじゃないかと思うけどね。あいつが寝てたって幻想郷は幻想郷ってことよ。はい、おしまい。天の上の遊び人、ひなない天使。やっと本命の出番ってわけね。
今夜はもうドンちゃんやる気にもなんないわよ。お茶がしみるのなんの。私はやってもいいんだけどな。まあまあ楽しんだ自信があるし。あなたは楽しそうにやってたわね。見ていたわよ、決勝戦。マリサさんはああいうの得意なんですか？なんでしょう、口喧嘩みたいなの。盛り上げ上手って言ってくれよ。物は言いようか。元はといえば、あんたが私のところにあの機械を持ち込んだのが発端だったのよね。元はと言っちゃうなら、確かに私とパチェとアリスが3人でだったか。パチェ様ってああいうアイデアには意外と積極的に噛むのよね。いつも消極的なのだけど。アリスさんも絡んでたんですか？初耳です。私はサナエさんのところからしか聞いていません。ああ、そうそう、いや本当の元の元はそこなんだよ。え、呼ばれました？え、これの発端ってあんたなの？発端といえば、そうかもですね。よくあるじゃないですか、幻想郷に外の世界から流れ着いてくるガラクタ。その中にちょっと懐かしいものを見つけちゃったんです。外の世界のゲーム機、画面がついていて2人で並んで遊べるようになっていて、なかなかないことだとは思うんですが、その時流れ着いたものは画面も綺麗で傷も少ない、ほぼ完全な状態に見えました。私が小さい頃よく遊んだ懐かしいゲームだったので、それを譲ってもらって川のニトリさんのところに運び込んだんです。外の世界の。ニトリさんも面白がってくれましたし、山の神様方もそういうのを好きですから、いろいろ教えを授けてくださって、ある時ついに起動させることができたんです。懐かしい映像、懐かしい音楽、懐かしいレバーとボタン、いろいろあった外の世界ですけど、さすがに昔を思い出してしまいました。スペルバブルはそのゲームが元になってるんだ。もちろん同じものをそのまま作るわけにはいかないから、動作の原理をまるまる魔法に置き換えてな、それを完成させたのが。パチェ様とアリスとあなたなわけね。なるほど。すごい、そんなことができるんですね。聞くも涙、語るも涙の話だよ。だいたいパチェがやったんだけどさ。そうだろうと思った。うちに来た時のことを考えると、あんた多分営業役よね。昔話に花を咲かせているところ悪いのだけど、一言。うわ、これはまた面倒くさそうな人が出てきましたね。あまりそう邪険にしないでちょうだい。今日はみんな随分と楽しまれたんでしょ？ちょっとちょっと、何を、当てつけかなんかのつもり？あんた寝てたんじゃなかったの？ご挨拶ね。あんなところでドタバタと騒がれてのんびり寝ていられるわけないでしょ。あ、起きてたの？ちょっと待って、じゃああんた私とこの子が頑張ってるのに見てただけ？私たちは放置されていたんですね。放置ではないわ、監視していたのよ。まあもっとも、見る限りかなりうぞうむぞうに混じって楽しんでいたようでしたけど。ちょっと聞き捨てならない発言じゃない。私たち結構いろいろ気を使ってたつもりなんだけど、最後の最後まで黙って見てたやつに言われたくないわね。私は何事もなく終わらせてと言ったはず。あなたたちが律儀に試合をやっている間にも会場は相当な混乱があったのではなくて。現場には少なからず
おとなしくしてた連中だっていたわ。純粋にイベントを楽しみに来てたやつも多かった。幻想郷の妖怪にはない文化だけど、問題が起こる前から扉を閉ざすやり方はいけすかないわ。ああ驚いた。あなたがそんなことを言うなんて。白霊の御子ともあろうものが随分と感化されたみたいじゃない。ああびっくり。ああ驚いた。そういう嫌味を言うなって言ってるの。私ちゃんと仕事したし。あ、わかった。あんたもあの口でしょ。仲間に入れてもらえなくてショック受けた方の。そりゃそうよ。そういう言い方しかできないんじゃね。みんなうさんくさがるって。ああ、しょうがない。今夜は随分口が減らないのね。あなた、私がこんなお遊戯の一つくらい満足にこなせないと思った。ん？お前これ遊べんの？私を誰だと思ってるの？妖怪の賢者かし。レイム、結構というか相当強いけど、ちゃんと戦えるの？強い強いと言ったところで、人間と私では根本的なものが違うと思わなくて。あ、じゃあゆかり様がもし負けたら何かレイムさんにして差し上げるというのは？あなた言うようになったのね。まあいいわ、むしろ何だってしてあげてよ。なんだか面白くなってきちゃったんじゃないですか？そうね、今日一面白くなってきたってとこだわ。さっきまであんなにしおれてたのが威勢の良くなったこと。面白い。幻想郷最強だかなんだか知りませんが、私がその称号一日で剥奪してあげましょう。この新人ヤクもゆかりがね。望むところよ。今日最後の試合、相手にとって不足はないわ。かかってきなさい。その自信泡みたいに消し飛ばしてあげる。の中にいて務めがおろそかよ。Come on!
ゆかりの神隠し。味わえたかしら。は？はい、終了。あんたの負けね。はあ？ちょっと納得がいかないわ。まさかズルしたわね。すごく悪い。これ多分絶対負けを認めないぞ、この女。バカな、こんなことが。もう一試合、いや二三試合必要よ。ちゃんと実力を反映させるべき。誤解するといけないから先に言っとくけど、あんた確かに相当強いわよ。賢いしね。でもね、こういうのって強いだけじゃ勝てないの。技、うん、気持ち、流れ、あとはその他思いもよらないもの、それら全てで決まる勝ちと負け、その両方を楽しむのがゲームってもんでしょ。これが敗北。あ、そうそう、負けを認めないってあるのもいいわね。弾幕ごっこと違ってさ。弾幕ごっこは真逆ね。決闘だからこそ負けた者は負けを認めなくてはならない。遊びだから当然だけど、何も気にせず純粋に勝敗を楽しむことができる。それよりレームさん、ゆかり様に何をしてもらうんですか？あ、こら、余計なことを言わないで。そうね、あんたもしばらくこのゲームを続けてみてよ。そうすればそのうちなんでみんながハマってるのかわかるかもね。さあゆかりさん、
どうされますか？そんな話を聞けますか？さあ、もう一戦よ。ゆかり、これ以上勝手な真似をさせてはおけません。